はい、どうも、ミッキーでーす。お願いします。はい、ということで今日は胸ぐらつかまれたシリーズをまた今日もやっていきたいと思います。胸ぐらつかまる対処法はいっぱい知った方がいいです。いろんな技を知っといてもらって、だから自分に合う技を見つけて、それを極めてもらう。それが一番大切なんじゃないかなと思ってます。はい、ジミー、はい、で、こう、もし胸ぐらをね、つかまれてやってください。話してもらったら、これ弱い。小指の部分から、思い切りこう、持ってきた。はい、サイズアップで小指から持ってもらうと、やばいこれはって、このまま。で、そのままではこっちを、ね、こっちの腕をそうするとここと、ね、この辺も決まると思うんですよ。肩の方ですね。はい、なのでいろんな関節がこれ決まるんで、すげえ痛いからこうしゃがむとか絶対こう腕を掴んでるところじゃなくなるんですよ。こんな感じで引っ込んでやったらそれは決まらないです。掴んでる瞬間油断してるからその時にささっとこうできると、俺みたいな、もういてるみたいな感じで一瞬でチャンスができる。その瞬間に、逃げることが、まあ一番大切なんで、まあぜひ、もし胸ぐら捕まったら、こういう技もあるので、まあ練習するときはですね、パートナーと必ず、まあゆっくり掛け合って、痛いか確認しながらやって、そうですね、って感じで、今日の動画は以上になります。よかった方は、ぜひチャンネル登録と高評価お待ちします。ありがとうございました。